お疲れ様です。長川です。今日はですね、個人ビジネスは選挙運動という話をしていきたいなというふうに思います。これはね、どういう話かというとですね、まあ最近、もちろんね、まあ俺自身もそうなんだけども、まあ個人でビジネスやっていきましょう。特に、SNS だったりとかインターネットを使って個人でビジネスをやる、まあもしくは副業をやる、みたいなのがね、まあ流行ってるというか、まあそういう時代ですよね。うん、だって一つの会社でずっと働いてるとか、一つの会社からの給料だけでずっと働くっていう時代ではないわけですから、まあ、いろんな働き方、いろんな稼ぎ方がある中で、やはり個人でビジネスやっていきましょうと。まあ、実際もう俺もね、自分の本の中で、やはりこう、結局は個人ビジネス、コンテンツビジネスやりましょうっていうのをすごく強く言ってるわけですね。うん。だからそんな中で何が言いたいかというとですね、まあそういった中で多くの人がマーケティングを学びます。例えばじゃあ SNS でどうやって集客するのかとか、インターネットを使ってどうやって集客するのかとかですね。なんかそういうことを結構学ぶんですけども、最近すごく思うのが、やはりね、もうもはやね、個人ビジネスってのは選挙運動になりつつあるなというふうに思ってるわけです。一部の人がですね、ビジネスをやってるわけではないわけですよね。どういうことかっていうと、まあ本当に多くの人が SNS をやってたりとか、まあビジネスもどきなこともやり始めてるわけですよ。なので、一人一人が、それそこそこの影響力を多くの場合持ってるんですね。なので、個人個人に会い続けるってことは重要です。だから一人一人に会って、まあドブ板選挙というかね、一人一人で握手していくみたいな形で、リアルに、リアルに言ったらね、現場で人に会い続けるってことが非常に重要。まあ選挙なんか見ててもですね、インターネットでどんなに騒いでもあんまり投票につながらないんですよね。うん。でも実際ドブ板選挙って言ってですね、まあその有権者のところで握手しまくる、握手をし続けると。受かるというのが未だにあるわけですよ。でも本当に今後はやっぱそういう時代なんだなっていうふうに思ってて、まあだからその一個の指標として分かりやすいのは、クラウドファンディングでどれだけお金を集めれるかだと思うんですよ。クラウドファンディングでいくら集めれるかが、現状のね、その人が応援される、金額だったりとかするのかななんていうふうに思いますんで、クラウドファンディングなんかもやるのはお勧めしたいるわけですね。だから、まあということでですね、まあ、今日はもうとにかく今の時代はですね、選挙運動なんです。本当にとにかく選挙運動です。だから選挙運動なので、本当に一人一人 に対面で会う、そして一人一人を大切にしていくっていうことをやり続けることがですね、実は個人ビジネスの、まあ勝ちというかね、個人ビジネスのがうまくいく方法かなというふうに思います。なのでその選挙運動だという意識で、ぜひですね、マーケティング等をやってもらいたいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。